まずご紹介するのは清武町に昨年の11月にオープンした甘所はなんです。店主のこだわりが詰まった可愛らしいお店には、心を込めて作るおはぎなど手作りのお菓子が並んでいます。当店ではおはぎをはじめとした季節に合わせたお菓子を販売しております。通常は6種類定番をご準備して、あとは季節に応じて種類を増やして販売しております。その時にある旬のものを使っておはぎにアレンジして作っています。こちらのお店ではおはぎの他に見た目も華やかなアンフラワーも人気なんです。こちらは後ほど詳しくご紹介しますよ。一品目は季節のおはぎなどを6個詰め合わせたこちら。粒あんなど定番のおはぎから和栗のモンブランやかぼちゃなど季節のおはぎを組み合わせたおすすめのセットです。ね、色も豊かでね。さあ今回はおはぎといえば王道の粒あんをご紹介します。北海道の小豆を使用したあんこはきび糖や水のみで作られていて、炊き方もその日の気温などで調整しながら作っています。さらにもち米は清武町にある発酵食品のお店ココックさんのご飯麦を加えてあっさりと仕上げています。プチプチっとした食感のもち米と甘さ控えめで小豆の風味が感じられるおはぎです。食べちゃいたい。いや、美味しいだろうね。いろんな味を楽しんでもらえるように大きすぎないおはぎなのも嬉しいですね。続いては先ほど少しご紹介したアンフラワーです。あんこで作られたお花は月替わりになっていて、今回はガーベラをモチーフにしています。土台はあんこや卵、米粉などで作られた浮島と呼ばれる和菓子で、花びらはあんこを絞りながら一つ一つ丁寧に作っていきます。日高さんはこれを和菓子教室で学んだそうですが、素晴らしい技術ですよね。芸術だ。今回の浮島はスイートポテトあんで作られていて、しっとりとした生地の中にほんのりお芋の美味しさも感じられます。他にもアジサイや桜など様々なお花が楽しめます。様々な種類のおはぎなどをご準備してお待ちしております。ぜひお越しください。和菓子好き、お花好きな方への手土産に、はなんのお菓子はいかがでしょうか。続いてご紹介する清武エリアのお店はジャムリエ長友です。清武で40年以上野菜や果物の生産加工を行う長友農園が、自社の加工商品を直接お客様に販売したいとジャムリエ長友をオープンしました。当農園ではもともと野菜とか果物を作っていたんですけれども、ジャム作りを始めまして、もっと味の追求をしたくて、約13、4年ほど前に低温真空釜という特殊な機械を導入してのジャム作りを開始しました。低温真空釜を導入したことで、低温で加熱する時間をできる限り短くすることができましたので、食材の良さを最大限に引き出し、果物本来の風味や色合いを出すことが可能になりました。ジャムリエ長友は自社生産の果実だけではなく、県内の契約生産者が作った果物を加工したジャムやシロップなどを販売しております。またお店では加工品だけでなく、自家製ジャムをたっぷり使用したクレープや自家製シロップのドリンクも販売しています。あ、種類もいろいろありますね。気になる。まずご紹介するおすすめの手土産は自家製フルーツジャム6本セットです。宮崎どれの果物を自社で加工したジャムはおよそ10種類の中から自由に組み合わせることができます。中でも特に人気なのはいちごジャムです。色も
も鮮やか。本当だ。低温真空釜で作られたジャムは鮮やかな色合いとゴロゴロとした果肉が特徴。酸味と甘さのバランスが良い宮崎県産の秋姫を使用していて、一般的なジャムの定義である砂糖の量をギリギリまで減らし低糖度に仕上げることで酸味を生かしながらいちご本来の甘さを引き出しています。わーたっぷりゴロッと乗せるのいいですね。いちごの爽やかな風味と果肉の食感でまるでフレッシュな果実を食べているかのような絶品のいちごジャムです。ジャムの味や大きさも様々で予算に応じてオリジナルの手土産を送ることができます。続いてはフルーツの加工品が組み合わされたバラエティセット。内容はフルーツを使ったジャムやゼリー、シロップやチョコレート菓子などバラエティ豊かな商品が並びます。中でもこちらのヒューガナッツシロップは果物をぎゅっと閉じ込めたような濃厚な味わい。自社農園で採れたヒューガナッツを低温真空釜で加工したもので、天才糖のみのシンプルな材料で作られていて、上品な甘さがヒューガナッツの爽やかな風味を引き立ててくれます。爽やかにいきたいですね。本当美味しそう。宮崎の果物をぎゅっと詰め込んだバラエティセット、選ぶ楽しみもありそうですね。宮崎フルーツの美味しさがいっぱい詰まった商品がありますので、皆様のお越しをお待ちしております。果物の魅力を追求し作られたジャムリエ長友の加工品、果物好きな方への手土産にいかがでしょうか。